日本のテレビニュース番組ではよくほのぼのとした話題が取り上げられます。そしてそのような日本の報道が海外メディアで日本ならではのニュースとして紹介されることがあります。今回は海外から見た平和な日本のテーマでお届けします。シンガポールのハイパーローカルメディアザ・スマートローカルが、日本の警察官がカモの家族の道路横断を警護、日本人の礼儀正しさには限界がないと題する記事を掲載しました。記事の内容は次の通りです。日本人は礼儀正しいことで知られており、日本は他人への配慮や適切なマナーが非常に重視される社会です。日本の警察官が6人家族の道路横断を助けるために交通を止めた、そう聞けば当然のことのように思えます。でもその家族というのがカモの家族だと知ったらどうでしょう。先週末、港区の六本木ヒルズでカモの親子を誘導する警察官の姿が目撃されました。カモの安全を守るために日本の警察官が取った行動は私たちの想像を超えていました。警官は交通を止め、カモを保護するために周りに人間のバリケードを作り、可愛い家族が安全に道の反対側に行くことができるように優しく誘導したのです。しかしこの水鳥たちに交通ルールを守らせるのは簡単なことではありません。数日前、六本木の繁華街でカモの家族がよろめきながら歩く姿が目撃されています。これが今回の家族と同じかどうかは不明ですが、警察官が期待していたほど協力的でなかったことは明らかです。警官棒から段ボールまであらゆるものを使ってカモの逃走を防ごうとしましたが、うまくいかず、結局カモの子を物理的に逮捕してようやく近くの川に放つことができたのです。日本のネットユーザーがカモのための交通整理を見るのはこれが初めてではありません。2019年に話題になったツイートでは、ローソンの前で2人の警察官が熱心にカモを誘導し正しい道を歩かせようとする姿が紹介されました。また2016年にも同じような思いやりのある行為が見られました。さらに遡ると、実は日本では1980年代からこのようなニュースが頻繁に報じられていました。1984年には複数の大手メディアが一列に並んでよちよち歩くカモといったニュースを報じたことで全国的なカモ騒動が始まりました。カモが三井物産ビル前の人工池から皇居のお堀に向かってゆっくりと移動する間、記者やカメラマンはベストショットを撮るために脇で見守っていました。カモが道路を横断する光景は何年もの間日本人の心を捉えてきたのです。日本人の礼儀正しさには限界がないことを知って胸が打たれました。特に礼儀正しさが動物にまで及んでいる場合はなおさらです。刻々と変化する東京の都市景観の中で野生動物が生き延びるために、この親切な日本の警察官のようなたくさんの良き日本人が彼らを助けてくれることを願っています。カモと言って思い出すのが1993年に起きたヤガモ事件。もう30年近く前の話題ですが、連日メディアで取り上げられていたので覚えている人も多いのではないでしょうか。この事件は1993年1月22日、板橋署に背中に矢が刺さったままのカモがいるという通報が入ったことで始まります。
そのカモは矢が刺さっているものの、空を飛んだり、上野の忍ばずの池に移動するなど、元気に活動していました。新聞やテレビでも、その痛々しい姿が、連日のように報じられました。世間の注目が一気に高まり、カモの捕獲作戦を取材するために、石神井川周辺や忍ばずの池には、常に50人近くの報道陣が張り付きました。このニュースは海外でも報じられました。日本は動物愛護心が強い、といった視点だったり。これが事件になる日本は、なんて平和な国なんだ、といった論調もありました。ヤガモ騒動の加熱で、板橋区役所や上野動物園には、早く何とかしてあげて、と、毎日のように電話や手紙が殺到。この事態に対し、板橋区役所の環境保全課と、北区台東区の区役所、都庁の鳥獣保護係。さらに、上野動物園の職員らが、ヤガモ捕獲へと乗り出しました。そして、事件発覚から20日後の2月12日、ようやく、上野動物園の職員が仕掛けた網で、ヤガモの捕獲に成功。カモは、矢の摘出手術を受け、回復を待って、10日後の1月23日に、自然へと無事帰っていきました。1993年11月、石神井川に架かる鏡堀橋のたもとに、アルミニウム製のカモの記念碑が建てられました。安らぎの水辺と名付けられた碑は、ヤガモ騒動を教訓に、魚や水鳥が安心して住める空間を、との願いを込めたものです。それでは、カルガモのお引っ越しのビデオを見た海外の人たちのコメントをご紹介します。警察でさえあんなにもフレンドリーな国、それが日本。かわいい。日本の警官って、とってもキュートね。日本の警察ってあんな仕事までするの？それにしても、あの標識はいい味出してるね。わら。こんなことが起きてしまうのが、日本っていう国なんだ。そうだよね。私が日本を好きなのは、こういう雰囲気よ。他の国と違って、日本の警察は忙しくないからね。平和な日本と親切な人たちが懐かしいな。あの矢印のおかげで、前に進むことができているな。矢印出されたって、カルガモには意味わからないだろ。わら。犯罪が少ないから、警察はこんな仕事もしなきゃならないのか。わら。世界では毎日いろいろ起きているのに、日本はこんなにも平和だった。ここフランスでは絶対に見られない光景だ。想像すら難しいよ。なんて美しい光景だ。日本に行きたくなる。あのような日本人の姿勢は、善から来ているのだろうか。カルガモを箱に入れて運んだ方が早くない？日本人はそんな野蛮なことはしないのさ。日本は誇りと威厳の国だから、こんなことだって起きるんだよ。これって、警察の仕事には思えないけど、でも、我が子のように心配してる姿が素敵だね。日本は事件が少なすぎて、警察が暇を持て余してるのかな？わら。警察、ゆっくりでいいから、標識の通り進んでね。何これ、かわいすぎるでしょ。私が日本を愛してやまない理由が、みんなにもわかったでしょ。矢印が右を向こうが左を向こうが、カルガモにとっては同じだろうけど、正確に向けてるところから人柄の良さがわかるね。これぞ、オンリーインジャパンな光景だ。日本人は自然をとても大切にする人たちだからね。
アメリカへの道を示すメキシコの警官のようだ。わら。犯罪がとんでもなく少ない日本では、この一件は相当な大事件だったに違いない。わら。日本人は宗教への関心が低いけど、それでもとても慈愛に満ちている。俺たちはムスリムなのに、慈愛の意味が分かってない。とても考えさせられる光景だ。最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。ヤガも懐かしい、って人は、高評価ボタンを押してくださいね。また、好きな動物の名前だけでも結構ですので、コメントをお願いします。面白い話題をまた探してお伝えしますので、チャンネル登録も忘れないでくださいね。